皆さんこんにちは。九州大学アジア防災研究センターの三谷康弘です。近年は多くの自然災害が発生し、数多くの尊い命や財産が犠牲になっております。皆さんは自然災害といってどのようなものを思い浮かべますか？地震、台風、大雨、土砂災害でしょうか？日本では昔から多くの自然災害に見舞われてきました。関東大震災、それから阪神・淡路大震災、最近では東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害、昨年の西日本豪雨災害、日本のあらゆるところで大きな自然災害が頻発しています。そしてこれからも南海トラフ、東南海地震などの大きな災害が起こることが予想されています。このような自然災害はある日突然襲ってきて、我々の生活を壊滅的に破壊していきます。自然災害は本当に恐ろしいものです。しかし私たちはこの自然に対してこの脅威を甘んじて受けるだけではなく、その脅威に対抗し逃れるためにいろいろと手立てを打っています。それがいわゆる防災と呼ばれるものです。災害が発生すると、皆さんは災害直後の悲惨な状況が起こっていることばかりが災害と思っておられるかもしれませんが、防災という視点から災害を見ると、災害の応急対応、復旧復興、減災対策といった非常に長い時間をかけて災害と向き合っているのです。この講義では災害の中でも特に豪雨災害に着目して、災害の意味、防災の意味、そして災害が終わった後の復旧復興ということについて、私が関わってきた平成29年7月九州北部豪雨災害での事例を中心に、災害防災の考え方について考えていきたいと思っています。皆さんがイメージしている災害の講義というよりは、防災とはどういうものかを理解していただくための講義になるかと思います。第1週目は自然災害と防災と題して、自然災害と防災に関する基本的な考え方について講義を行います。そして災害に向き合うためには、これからどういったことを考えていくべきかという点について講義を行います。第2週目は豪雨災害の特徴と題して、私がここ数年取り組んでいる平成29年7月九州北部豪雨災害の事例をもとに、豪雨災害の特徴、そして豪雨災害が発生するとどういった被害が発生するのかを実例を挙げながら解説したいと思います。第3週目は災害からの復旧復興と題しまして、災害が発生した後の復旧復興とはどういったものか、そして災害後に策定される復興計画についてどういった観点から計画が立案されているのか、具体的な事例を挙げながら説明します。そしてこれから先に起こるかもしれない災害に備えるための事前準備についての具体的な活動についても講義をしたいと思います。皆さんにはこの講義を通して、自然災害、特に豪雨災害とはどういうものかを学んでいただくとともに、防災というものをきちんと理解していただきたいと思います。それによりあなたの防災力はきっと向上すると思います。本講義への積極的な参加お待ちしております。